これは何の妄想だ。家電量販店よね。それでしたら家電の妄想でしょうか。なあ、入り口はどこにあるんだ。見当たりません。じゃあ原因を探すところからか。おい、そこの金髪のガキ誰。は？ガキ。ああ、お前のことだ。お、俺のこと？ふざけんなよ。俺はガキなんかじゃねえ。お前にはここがどう見える？え？妄想がわかるのか。久しぶりに帰ってきたと思ったら早速歓迎されているみたいだな。あんた何者？もしかしてこの場所の違和感がわかるのか。違和感ね。俺にはもう何が違和感なのかもわかんねえよ。なあお前ら、東条麻里って女を知らないか。いや、俺は知らないけど。リュウモです。私もよ。だから俺はガキじゃねえ。ちょっとヤマトさん。そっか、変なこと聞いて悪かったな。もしかしてお前の彼女か。ガキは大人の恋愛事情に興味津々だな。な、それじゃあな。なんだよあいつ。妄想者なのでしょうか。この場所に違和感を感じていたわね。もしかして。さっきまではみんなと一緒だったよ。歓迎会だったから。自警団かもしれない。あら、それなら好都合じゃない。この妄想を追えば奴らに会えるってことね。ああ、のんびりしている暇はなさそうだな。家電の妄想となるとやっぱり家電に縁のある人でしょうか。みんなで手分けして探そう。リュウはアケミさんに聞きに行ってみます。私はヨシノと行く。ふん、俺はガキじゃねえ。パソコンを強化しろっち。オイラを守り抜くためっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。家電関係で気になることですか。何でもいいんです。最近何か浮いた話を聞いたりしてませんか。浮いた話ですか。となればもしかしたら母部さんの話かな。母部さん。そうです、母部はじめさんです。小さな家電量販店の社長さんなんですけどね、ついこの前まで業績不振で倒産寸前、奥さんがお子さんを連れて逃げちゃったとか。でもね、家電ブーム再来のおかげで業績は V 字回復、奥さんもお子さんも戻ってきたそうなんです。家電業界の逆転劇だって、ちょっと前に秋葉原の家電業界で話題になってました。ありがとうございます。家電ブームの再来による逆転劇か。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。家電関係で気になるやつ。急に様子が変わった人とか知りませんか。それだったら母部電機の社長さんだな。そこの社長さんなんだから。おかしいったらありゃしねえよ。ここんとこずっと白物家電の時代だって大はしゃぎしてんだわ。まあこの家電ブームじゃわからなくもねえけどよ、ちっと異常に思えるくらいだぜ。白物家電の時代を喜ぶ人。え、家電関係で気になること。何か知りませんか。ほら、秋葉って相変わらずの家電ブームだし。そうだな、一時期はどうなるかと思ったけど。浮いた話とか知りませんか。うん、浮いた話かな。だったらあの話かな。
ここ数日の家電ブームの再来のおかげで倒産の危機を乗り越えた小さな家電量販店の話とか。倒産の危機？ここだけの話、そこの社長さん自殺寸前だったとか。まあ噂話だけどね。家電の妄想のおかげで救われた家電量販店の社長か。はあ、いろんな情報が集まったら。あ、朝日さん。二人とも一緒だったのか。と言っても今そこで鉢合わせただけですけどね。あの金髪はどこをほっつき歩いてるのかしら。誰か連絡しなさいよ。いや、その必要はねえよ。俺もちょうど終わったところだ。お、ヤマト、いいタイミングだな。3人は何かつかめたのか。明美さんの話だと、ハーブ電機の社長さんが怪しいそうです。おでん館のところよね。だったら私が聞いた話と同じよ。アハブはじめって人だろ。奥さんと子供に逃げられたみたいだな。妄想により幸せを取り戻した人ね。これはもう決まりみたいなもんだな。行ってみよう。ハハブ電機はジャンク通りだ。いたわ、あの人よ。はあ、私は間違っていなかった。家電の時代は永遠だ。私の選んだ道は間違ってなかったんだ。話を聞いてみようぜ。こんにちは。ん？君たちは何かね？買い物客か？私の店に来るなんて、最近の若者にしてはなかなか通じゃないか。いや、そういうわけじゃ。それじゃあ何かね、エアコンの修理か、それともテレビの修理か。あの、少しお話をお聞きしてもよろしいでしょうか。何でも相談してくれたまえ。この道一筋のこの私にな。なあ、今日ホスマップに行ったか。あそこなんかおかしくなかったか。今なんて言った。いや、だからホスマップに行ったかって。ホスマップだと？君は今ホスマップと言ったのか。帰れ、今すぐ帰ってくれ。はあ？大型量販店の名前など聞きたくない。君たちに売るものなどここには何もない。さあ帰れ、仕事の邪魔だ。帰ってくれ。え？ちょっと。出せちゃったみたいですね。きっと憎いのね、客を奪っていった大型家電量販店が。お、俺は悪くねえぞ。ああ、分かってる。でもこれじゃ妄想者かどうかわからないな。明日もう一度話しかけてみますか。それで今日と違う反応をしたら。明日じゃ遅いわ。自警団が強引な手に出るかもしれない。奴らなら無理やりにでも揺さぶって妄想宮の入り口を開こうとするだろうな。そして勝手に妄想を壊すのよ。もし妄想が壊れてしまって元の生活に戻ってしまったら。戻ってきた奥さんに子供、それに自殺寸前って噂。このまま放っておけないだろう。よし、リッピョンとヤマトは母部さんを見張っといてもらえるか。はい、わかりました。いいぜ。ちょっと、私は？琴美は俺と一緒だ。もう一度、妄想を見に行こう。なんで私があんたと一緒なのよ。Thank you.
何も変わったところはないな。それにもう夕方よ。ああ、綺麗なオレンジだな。何のんきなこと言ってんのよ。夕暮れってなんだか寂しくなるよな。はあ？琴美は夕暮れは嫌いか？知らないわよ。ただあ、どうしたんだ？あの女はどこへ行ったの？あの女？あの女よ、オレンジ色の傲慢女。なんだ、サキのことか？そんな名前だったかしら。気にしてくれてるのか？勘違いしないでちょうだい。夕日のせいで思い出しちゃっただけよ。あんたたちの仲間だったんでしょう。仲間だったか。違うの？今でも仲間だよ。聞いてないわよ。傲慢女と一緒だなんてごめんだわ。あいつにだってあいつなりの考えがあったんだ。少し強引なところはあるけどさ、一生懸命で正義感の強い優しいやつだよ。今頃どこで何してるんだろうな。まだ見つかってないのね。まあ、どこにいるのかもわからない。そう。何しんみりしてんのよ。まあごめん、こんな時さ、サキだったらどうすんのかって考えてたんだ。ふん、それで？一緒だったんだよ、今の俺と。もしかしたら似てきたのかもな。似てきた？よし、もっと秋葉を見て回ろう。こういう時は足で稼ぐのが一番だ。やっぱり何もないじゃない。自警団の奴らもどこにもいないわね。まさか家電の妄想に気づいてないのか。あ、リッピョンからだ。あ、朝日さん、何か動きあったのか？動きっていうか、ハーブさんなんですけど、家に帰っちゃったんです。え？家に帰った？こっそりついてきたので、ご自宅は分かったんですが、このまま監視を続けた方がいいでしょうか？そちらの様子はどうでしょうか？何も見つからなかった。それどころか自警団の姿も見えないんだ。自警団さんが追っていないってことでしょうか？ああ、そういうことになるの。どうしてでしょう。こうなったら直接聞くしか。どうしたんですか？ごめん、リッピョン、先に琴美と合流しておいてもらえないか。心当たりが一箇所だけあったんだ。それじゃあ後で連絡する。ちょっと、どういうこと？心当たりって何よ。ごめんな琴美、リッピョンたちと合流しといてくれ。すぐ戻ってくるから。キー、待ちなさいよ。投げ捨てられたっち。おい団長、どうしたんだ？うん、朝日くんか。やつだ、やつが襲撃してきたんだ。おい、やつって誰だよ？大丈夫か？ピンクマントの男、妄想受け負いにカノンだ。大丈夫かよ。おい、団長、アサヒンをからかっちゃダメでしょ。団長、ダメだよ。あ、あかり、葵、どういうことだ？団長はね、ケバブの食べ過ぎだよ。調子に乗って何個も食べるから。はぁ、あ、じゃあ食い過ぎで倒れてるだけかよ。秋葉原を愛する我々が
ケバブを食べ過ぎない理由などどこにもない。くそ、心配して損した。余興はここまでだ。君一人でここへ来るということは何か大切な用事があったんじゃないのか。もしかして副団長に。いや、そういうわけじゃないんだ。さしずめ、家電の妄想者についてだろうがな。ああ沈黙は金、雄弁は銀といったところか。朝日、金だって。ピカピカだね、お金持ちだね。あかり君も少しは見習いたまえ。君は漏洩しすぎだ朝日君。我々は見ての通り、君の欲しい情報はここにはない。家電の妄想者を追ってないのか。愚問だな。我々が追わない理由など、壊さない理由など存在しない。我らが優秀な副団長がきっと妄想の原因を見つけてくれるだろう。瑞希が追ってるのか。急いだ方がいいんじゃないのか。まあそうさせてもらうよ。じゃあな団長。朝日君、待ちたまえ。君は今でも瑞希君友達だと思っているのか。え、友達か。あ、早く出なよ。新しいお友達が待っているんでしょ。いいよ、俺は今お前と話をしているんだから。僕は話すことなんてないよ。ま、あ、遅いわよ。琴美、私からの電話は2コール以内に出なさい。次からは1コールで切るわよ。はいはい。で、どうしたんだ。それはこっちのセリフ。どこで道草を食ってるのよ。私のこといつまで待たせるつもり。ああごめん。もうみんな家電の妄想の前にいるわ。早く戻ってきなさい。いや、聞いてくれよ。あら、言い訳かしら。いいでしょう、聞いてあげるわ。実はな。だから聞けって。ああもう急いで戻るか。